話をいくつか聞かせていただきたいと思います。ボルシンガー選手絶好調といった感じですけれども、この前半戦の戦いを振り返って、ご自身そしてチームの状況どうですかね。今どんな風に感じていらっしゃいますか。本当はこのチームはもう力強い、もう監督も本当に素晴らしい人ですので、もうみんなの力を合わせて後半戦は戦っていきたいと思います。はい、もうぜひね、このボルシンガー選手のピッチングに皆さん期待していると思います。せっかくですから今日はボッカコーヒーデーということで、ちょっとコーヒーについても聞いてみたいんですが、ボルシンガー選手はコーヒーはお好きですか。I love coffee. If you have some coffee right now, I'll drink some coffee. 今ここにあったら飲みたいぐらいコーヒー大好き。飲みたいぐらいお好きですか。ちょっとマー君のパネルを持ってきてもらうことできますか。実はですね、ボッカコーヒーマリーン図鑑といって、このマー君の顔がついている缶が発売されてるんですが、こちらご覧になっていかがですか、ボルシンガー選手。 I like it. I actually just had some of this earlier this morning.最近男の子生まれましたんで。そうですよね、おめでとうございます。それでやっぱり夜ね、起きることもあるし、朝早く起きないくちゃいけないこともあるので、やっぱりコーヒーは必需品ですので、もう飲んでますし、これからもマー君コーヒー飲みたいと思います。なるほど、そうですよね、日常生活の中でリフレッシュになりますもんね。ではそんなボルシンガー選手、最後にお集まりのマリーンズファンにメッセージをいただいていいですか。 No, thank you for showing up today. Hope you guys have fun at the field. Hope you guys come out and watch us this weekend as well too. I love when you especially come out and watch me pitch. It gets me going really well. So thanks again. I love how loud you guys are at every game. And I appreciate everything. You guys make baseball really fun. So thank you very much. 本当に今日はこのマリンスタジアム、ZOZO マリンに来ていただいてありがとうございます。本当にこれから、試合まで外で楽しんで、試合も楽しんで、本当に、マリンのことをしっかり応援していただきたいと思いますし、あと週末土曜日だと思うんですけど、僕が投げますので、週末も、ぜひとも足を運んで、僕らの力になってほしいと思います。本当に、これから頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日はマイクボルシンガー投手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ボルシンガー選手もコーヒーが大好きということで、ぜひね、ボッカコーヒーマリーンズ缶飲んでいただきたいですね。さあ、ということでお送りしてまいりました、じゃんけん